はい、というわけでですね、番外編でベストアルバムの話をさせていただいたんですけれども、今回オリジナルアルバム、実は僕の中では、こっちもすごく、大切な重要なアルバムなので、少しだけ、ご紹介させていただきたいなと、思っております。まず1曲目ハートトゥーハートですね。これ今回の、ツアータイトルにもなってますけど、まあ、卒業して最初の、ツアー、まあ、この曲で始まるという意味でも、オープニングとか、まあ、エンディングとかで歌っていきそうな、すごく大切な曲になりそうだなということでですね、すごく気に入っています。まさにですね、この今のコロナの時代に47都道府県で、皆さんとこう心と心でつながっていけたらなということで、もう最高の、タイトルになったなと思いますし、曲の方もね、まだまだこれからもっとたくさんの人にね、聴いていっていただきたいので、1曲目にハートハート持ってきました。2曲目にナイトフライト、まあ、これも期間限定ではありましたけど、ドラマの、主題歌にもしていただいて、すごくこれも僕歌っててすごく楽しい気持ちになるというか、ノリのいい曲なので、ハートハートに続いて、2曲目に、ナイトフライト、続けて楽しい気分で聴いていただけたらなと思います。そして、3曲目風です。まあ、これは厳密にはソロになって、だから最初に歌った曲ですね。石井竜也さんに楽曲提供していただいて、本当に夢のような話ですよね。僕小学校の時、コメコメの君がいるだけでか、カップリングの愛してるとめっちゃ歌ってましたからね。もうその人となんかラジオで一緒させていただけて、曲まで作っていただいてっていう、この業界に入ってお会いしてやべえってなった人の一人でしたね。本当に例えば君がっていう曲、歌詞があるんですけど、これは本当にコメコメの君がいるだけでの入り口をちょっとある意味でオマージュさせていただいて、そこから始まるっていう感じでですね、今でも大好きですし、これからも大切に歌わせていただきたいと思います。そして第4位、雪化粧、第4位じゃねえや、4曲目雪化粧、さっきランキングやったから頭がこんがらがってきた。4曲目ね、雪化粧ね、ミュージックビデオ公開されましたね。いやー、これちょっとだから今年のお正月に言ったんですけど、それこそだからプレシャスラブとか以来かな、ドバラードで自分の中ではド名曲だと思ってるんですけど、ミュージックビデオはもう最高のロケーションで、もう寒かったですけど、本当にこれは一人でも多くの方々に聴いていただきたい曲ですね。いろんな理由で二度と会えないというテーマで、二度と会えない人に対する愛の歌、その二度と会えない人を思っている歌という、今たまたま僕愛の不時着に今更ハマってるんですよ。まさにこれやんと思ったんですよ。もう北と南で会えないみたいな、だからあれ見て作ったと思ったら嫌だなって思うぐらい偶然なんですよこれ。ぜひ皆さん、愛の不時着見た方は愛の不時着の主題歌に勝手に当てはめて聞いてみてくださいめっちゃハマりますからこれ。そして、雪化粧のミュージックビデオではですね、ファイナルさん、ヘッドホンとか、まあ、音響メーカーさんですね、イヤホンとかヘッドホンの、タイプもいただきまして、ご協力いただきまして、本当にありがとうございました。まあ、雪の中で雪化粧という曲を歌う際に、サングラスにひげの淳が真っ白な雪原ってどうなのかなって思って、よし、ひげだけ剃ってみようと思って、初めて。ヒゲなし淳にチャレンジしてみましたので、その辺もぜひ恥ずかしいですけど注目してみてください。注目しなくていいやはい。そして、5曲目、 I always love you、 いつもそばに。これね、キャプテンが新型コロナウイルスにかかってしまい、まあその最中に作った曲なんですけども、まあこういう風にね、思える存在って、人生の中でも数少ないんじゃないかなと思いますし、まあね、キャプテンは本当に無事に復活して帰ってきてくれてよかったですけども、まあ改めて自分にとって大切な存在に対して、まあ I always love you っていう、いつもそばにいてくれてありがたいなっていう気持ちは常にやっぱり伝えていかなきゃいけないなと思いながら、作った曲です。これはレゲエのタクジー君と、そしてタカフィンさん2人に協力していただいて作って、本当に本格的なちょっとレゲエビートみたいなのはもしかしたら初めての試みだったかもしれないんですけど、いろいろこう曲調とか3人で相談させていただいて、
好きな大好きな曲になりました。聞いてたら家で一人チークダンスしたくなるんですよね、これ。これがもうこれ大事に歌っていきます、この曲も。そして6曲目に旅立ちの時、ブルームインマイハート。これね、これアルバムで初めて聴く方が多いかと思うんですけど、新曲で杉良太郎さんと堀江奈子ちゃんっていうですね、脳性麻痺だったかな、で障害を持って生まれてきた子がいるんですけども、その子がですね、もうほとんど動けないんですけど、詩を書いてらっしゃって、でそれに杉さんがすごく感動されて、あつし、こういう歌詞を書いてる子がいるんだけれども、ちょっと一度読んでみろと、僕らには分からない苦しみとか彼女の感覚っていうものを得ることができると思うからっていうことで、詩集をいただいて、杉さんのおっしゃる通り、もう本当に心を打たれましたね。ちょっと言葉にしてしまうと安っぽくなってしまうかもしれないので、ぜひ彼女のこの詩を読んでみてください。もうほとんど自分で動くことはほぼ手を動かすことぐらいですね。ここがどういうことを思ってこの歌詞を書いているのかっていうのは、多分曲を聴いていただければ分かっていただけると思うので、そういう障害を持って生まれた子が、書いた歌詞なんだということを知って聴いていただけると、またより深くこの曲の意味が伝わるかなと思ってます。で、そのなほこちゃんにも楽しい気分になってほしかった。自分が書いた歌詞を楽しく歌うことで、こう彼女にも元気になってほしいし、喜んでほしかったということで、これも割とレゲエっぽく、レゲエ調な曲調で、ほこちゃん作曲、あつしということで、旅立ちの時、ぜひこれ新曲なんで、皆さんにまた聴いていただきたいなと思います。はい、そして7曲目、サインですね。これは僕にとってはミュージッククラブの思い出とでも言えばよろしいでしょうか。期間限定ではありましたけれども、オンラインコミュニティ、ファンクラブみたいなものですね。ソロのファンクラブ的な中で皆さんにタイトルを募集して、そのファンクラブの皆さんと一緒に決めたタイトルの曲ですね。珍しく作詞までは順調にいって、レコーディングも終えて、だけどなんかタイトルだけ決まってなくて、タイトル何にしようって思ってずっと決まんなくて、その時にちょうどミュージッククラブというオンラインコミュニティが発足されて、皆さんに募集したら圧倒的にサインっていうことが多くて、なぜそれに僕は気づかなかったんだろうと自分で反省しました。サインしかないじゃんと思いましたね。本当に皆さん投票していただいてありがとうございました。もうミュージッククラブの思い出の曲です、この曲は。アルバム新録になりますので、これもぜひ皆さん歌詞見ながらゆっくり聴いていただければと思います。そして8曲目、9曲目、 Amazing Grace、 そして You Raise Me Up。この2曲はもう自分の中では、セットって言ったらおかしいですけど、新型コロナウイルスのこともそうですけど、割と、ね、暗いニュースが多い中で、自分にできることとしてやっぱ歌を歌って、皆さんを元気づけたり楽しくさせたり、はたまた感傷に浸っていただいたりっていうことあると思うんですけど、やっぱりこういうゴスペルとまでは言わないですけど、神聖な音楽って僕すごい好きなんですよね。なんかこういう歌を歌うのもまた EXILE の ATSUSHI の一つの特徴というか、恋愛の曲、それから人生の曲、楽しい力強い曲とか、いろいろある中で、このある意味ではちょっと宗教音楽的なところもあると思うんですけども、人の生き方とはとか人生とはみたいなことで言うと、こういう曲を ONE というソロになって第一歩目のアルバムに入れれたということは、やっぱり自分の一つ深い音楽性の部分を表現できたので、大切にライブでも歌っていきたいなと思う2曲です。 Amazing Grace、 そして You Raise Me Up、 そして最後10曲目、 Put It On The Line。 これは阪神タイガース秋山拓実、アッキャマンに作った曲です。入場テーマとしてね、彼が2年連続2桁勝利したら、曲をプレゼントするよっていうことで、まさにね、さっき初めて聴いていただいたんですけど、力強い曲で激しい曲、ちょっとロックテイストな曲なんですけど、その曲で泣きそうになりましたって、また嬉しい言葉をいただいてね、決して泣くような曲じゃないんですけども、本人としては泣けるぐらい嬉しかったってことですね。本当目うるうるしてたし、本当なんか作ってよかったって思いました。なんか好きな人にクリスマスプレゼント渡す時みたいな、気に入んなかったらどうしようみたいな感じの気持ちでしたけど、乙女か俺は。最高に喜んでくれて、今日はちょっと後で軽く寝酒でも飲みたいと思います。
そしてあのミュージックビデオもね、あの雪化粧 I will love you、Amazing Grace You raise me up Put it on the line って感じで、豪華な内容になっていますので、ぜひこの僕の渾身の EXILE 卒業第一発目のアルバム ONE というアルバム、オリジナルアルバムをぜひ皆さん、楽しみに聴いていただければと思います。いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。